始まりました2009年的によっしゃー。今回はですね、ハウスメイトのイテリールハウスという企画で、ね、僕が参加しておりまして、はい、チェンジというお題が今回来ております。ここで今回はですね、そのチェンジにちなんでこちらの検証企画を行いたいと思います。いつも通りの味を変えてみよう。こちらご覧ください。いろんな食材が並んでおりますけれども、それか普段食べてるものを使って、はい、また別の普段食べてるものを再現しようということなんです。では早速まずこちらからいきましょうか、ね、みかん、醤油、海苔。みかん大好き。なんとこれで、はい、いくら軍艦ができちゃうんです。そうだ、いくら軍艦できちゃうんです。海鮮、まさかの海鮮ができますよ。いきなり難易度高そうなのが出てきたけど、本当にイクラ軍艦の味なんて再現できるのかよ。いってみます。うん、おお、どう？本当だ。本当にイクラだ。めっちゃ感動してる。なんかすげえ、米欲しい。米欲しい。なるほど、イクラ軍艦の味は再現できたみたいだな。じゃあこれだとどうだ。みかんと醤油だけでいくらになるか。どう？いや、あ、それはね、やっぱなんない。これはなんない。なんか海苔があると、うん、なんか錯覚するみたいな。海苔があっていくらになるか。匂いが混じって、あ、いくら食ってるみたいな。いくら軍艦なんだね。いくらにはならない。いくらにはならない。いや、でもいいね、やっぱり海苔だ。では続いて2つ目いきましょうか、はい、今度2つ目、塩辛とヨーグルトでございます。この2つを組み合わせることによってキャビアが、キャビア完成します。え、キャビア食べたことある？ないです。ないの？そう、ないから。ないか。キャビア初体験。まあそうですね、キャビア初体験。感覚的には。それじゃあ行ってみよう。きんに君、初めてのキャビアのお味は？でもさ、食べたことないのにキャビアなんて言えないよ。キャビアってこういう感じです。そう、キャビアってね、そういうもんだ。これもなんか白米欲しい感じです。白米？白米キャビアを見てこいつ食べてるかな。これかトピックとかじゃないですかね。ちょっとそれじゃない。つぶつぶの考えが違うからね。へー。さあ最後です、うん、コーラ、生卵、マーガリン。こちらでなんとマジだ。嘘だ。おいおい、本当かよ。そもそも個体でもないし、さすがに無理なんじゃないか。うわ、なんか卵かけご飯みたいだよね。醤油出しましたね。ね、ちょっと食べてください。これね、もうバニラアイスできてますから。いただきます、はい、うわ、ほんとだ。あ、なんかなってる。なっちゃってる。ぬるいかもしれないけどね、うん、ぬるいけどバニラアイスっぽい。なんかすごいマイルドな、うんうん、優しい味のバニラアイスっていうか。優しい味のバニラアイス。なんかマイルドさがすごい強い。冷たくなくても美味しい。もうバニラアイスちょっとハマっちゃうな、これ。あ、本当に、うん、これも明日の朝ごはんのデザートにしよう。結構食べるね、朝からいろんなもん食べる。どうですか、やってみて。さあ味を変えてみようということで、これはね、お金がないときはやってみようと思います。確かにね、はい、特に高級食材、そう、キャビア、ね、キャビア、これだってご飯の上に乗っけたらもう多分3食いけますよ。やっぱりご飯100枚でガッツリいきたいんだね。じゃあね、これを見ている皆さんもぜひいろんなことを、新しいことにチェンジしていってみてはいかがでしょうか、はい、それではまた次回の2009年 TV でお会いしましょう。さよなら。
さあ冒頭でも言いましたが、僕たち2200年 TV は現在ハウスメイトの見てみるハウスという企画に参加中です、はい、今回はチェンジをテーマに動画を作りましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。詳しくは下の説明欄にこちらリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてくださいね。はい、僕たち以外はみんな有名 YouTuber なんですよ。僕らも頑張ります、はい、今回の動画はどうだったかな。他にもおすすめ動画があるからチャンネル登録して見てくれよな。 Twitter、Facebook では最新情報も配信してるから見逃すなよ。